さて今回マシンキー続きやっていきましょう。さあ前回ね鉄を作って今進行中だね。100で今18かで、なんならいっぱいあるんでもう一個出すか。一番しょぼいのでやってるね運搬を。そうだね168トンか224トン、これいこう。どんくらい乗るかな。ここまでか。 16? だいぶ重いね。まあ、この鉄運ぶのは車使えないんでね。まあ、ちょっとそれ以外石炭とかをどんどん車で運んでいこうかなと思うけど、鉄も車いけるかな。ちょ、車どんどん増やしたいんでね。拡張までもいいか。あー鉄もないね。でこの木のねコインがほぼほぼないんですよ。でここに今トラック来てって、2台出そう。まあこれを運用するための緑色のコインは今1万6000あるんで、まあ大丈夫ですよ。ずーっとね貯めてるんで。駅がつかない。ついたね。これを複数、もう5、6台出してもいいかな。ちょっと車でどんどん増やそうかなと。そう渋滞にもならないと思うんで。さあまずね車両出ます。結構車増えてきたね。どっちが止まるんだろう。あそっか、別に関係ないか。もうこっち出てるね。どういう言い方したんだろう。分かれてるけど、でこっちから行った場合さどう出るんだ。一回どっかで展開するのかな。もしかしてバック、あバックしてるそう、難易度ハードなんでね、展開するんですよ。登るとかだとハードは展開しないんで、こういう切り返しつければいいんですけど。そうか、ここでこっちから行くと遠いもんね。だここで行ってバックして行く感じね。 OK OK かな。結構トラックがいたね。よしよし。でとりあえず今回ね別の方向に広げたいのでここ行こう。あーめちゃくちゃマジあるけど、この4つまず行こう。藤沢、いわき、四日市、大宮。さあまずはじゃあここを平らにしよう。で一応ね流れとしてはこう入るのとこっち出るやつとここからだね。こっちは、まあこの車庫に帰るルートなんで、とりあえずまっすぐ敷いてこっから分岐できるようにしつつ、どうしよっかな、高速みたいに上げようかな。まあ、ここの距離なら無理か。橋をね通そうか考えたけど、まあ、こんな感じでもうちょい先でいいか。ここに着くようにするかな。この辺からでいいや。ちょうど藤沢まっすぐ行けるんでここまでやって、まあこう回すか。まっすぐだとやりづらいと思うんでね、入って大宮まで行く。ちょっと距離あるけど、大宮から行って四日市でいわき藤沢と。もうちょっと展開がいるね。ここまでで待合室作って、
でもここまでやっちゃったしな。ここ入れるには結構回んないといけないね。とりあえずこうでいいや。で帰りですね、この後ずっとここで回るんで、車庫に帰るルートも作る必要があると。先に駅作ろう。大宮、うわ大宮すごいな、山間だね。これはでもどっちだ、こっちだよね。でもこれでいいや。大宮入って、四日市小さ四日市小さ、このね、放棄されたような家ですが、ここに入るともうちょい距離つけよう。ここでぐわっと入って、でいわき、いわきはちょっとここ変えよう。いわきは縦だね。郵便局そうかやりづらいな、横の方がいいか。縦だとこうやっていけるけど、横だとぐにゃっていかないといけないから大変だね。ちょっとここに入るように、ここにね待合室作れるようにして、こうよもうちょいね、ここくらいかな。よし、ではつなげよう。ちなみにこれか、大宮これでいいね。で大宮からが問題かな、一旦まっすぐ入れよう。ですごい小さな四日市から、まあ、この木もちょっと通すか、今後いけるようにね、こうまるっと駅に帰れるようにしつつ行って、極力まっすぐにしておいた方が、あとまあ道路とか通しやすいんで、こうやって普通に短縮すると斜めになるんで、こういうとこは道路敷けないから、こうやってやっといてね。最初の線路はそれでミスってるんでね。で次帰りよ、どうしようかな。ここだよね。じゃあここで分けよう、ちょうど分かれるでしょ。ここ通って、うーんなるほどね、ここか。ちょうどいいかもしんない。ここでいいよね、うん、一応こっち向けるでしょうか。さてこれ信号の置き方よ。まあ、これでいいか。電話出しますか。まず1車両目なんで事故とかはねないはず。最新式行きたいね。あこれ結構でもそんなない、50枚か、300トンもいらないんだよな。まあこれかな、収入アップのやつをつけようか。あでも全然ないね、これいいや。これ45人とりあえず
45人じゃないか、これでいいや。90人もいるかな。まあ、発展待ちだね。で、あ、そっか、こんなにやらずとも手紙も入れちゃえばいいか。一旦ね、やり直しましょう。1個抜いて手紙2個いきたいな。あ、いける？2個までね、 OK。 よし、初めて複合型よ。これで主に手紙、まあ、郵便局のあるいわきと大宮が成長するかなと。四日市はね、大変だと思うよ、人がいるのが。はい、開始で進めつつ、信号はまだいいよね、広げれるようにしとこう。これくらいかな。よし、ざっくりと作って、あと藤沢もだね。こんな感じかな。いわきも作ろうか。郵便局方面が大事だね。どんくらいだ？ここまでで、ちょっと広げて、ここでちょっと通過しよう。駅が 1,2,3,4,5 5までか。で、ここで6になるんで、ちょうどいい感じではないか。ここを開ければいいかな。ここが一番大きくなると思うんで、先にねやっといて、こうかな。よし、ここね、大宮がすごいんだよね。山あいの場所になるんで、まず道路が敷きづらいと。お、鉄割った、オッケー、来たね。長入る、それギリギリ収まるか。手紙も入れて14か。まあ最初は1人手紙で稼ぐ感じになるかな。どうしたろ。まず広がってから帰ればいいや。めっちゃなんだろ、不格好だな。道路だけっていう感じだね。まあ、これも成長待ちかな。90にしなくてよかったね。こんなん90になることはね、しばらくないからね。よくて50でしょ。あれも早いしね、割と。止めるものもないしね。さあ、どう、車。ここであんまりね、列車を使いたくないと。ここに300マックスであるけど、主に車がね、それをやっていると。こうね、入れたら、あー、でもちょっとあれかな、いっぱい来るから、うるさ。駅広げようかな。でもこの数が多いほどいいんだよね。いいや、ちょっとここやっちゃってつなげよう。いや、ここがこうやってつながってればいいんだよね。こういうことよね。これでぐるんといくと。ということで、車出しますか。だいぶ出しちゃっていいと思うんでね。
また2つ行こう、まあ、コピー&ペーストで設定できるんですけど、次こっから変えるんで、石炭は石炭も行こうか。とはいえあそこ多分そんなに余るわけでもないんで1個でいいかな。こいつがね54個持っていくから、あんま車増やすと鉄が作れなくなるんで把握しつつで、手紙だね。手紙は危ない、消すとこだったね。手紙は尼崎に200くらいで、新潟200、2つ出そう。道行くかこっからここで満パンに積み込むコマンド、なんか設定なかったっけ。あ、ないか、コピーペースト的な。なんか違うゲームだねよし、2車両出して、どう帰るんだっけこれ。ここまで行ってこいつこいつこいつどうしてる、バックしてるよね多分。止まったあ、オッケーオッケー。結構かかるな、積み下ろしとかで。バックだよね。だここはどっか別の町につなげて、こことか松戸行くか。ここね、ほんと失敗ですよ。斜めが多すぎるんで、本当に通りづらいから。まあ、ここを使えばいいかな。もうここ駅の規模は最高なんで。そっか、まだここレールやってないのか。ってこと考えてやりづらいね。まあ、だいぶ手紙持っていっているんだけど、3つの町でね、一周させたいな。ここも戻そう。違う違うこれは違うね。駅にして、とりあえずね、こうすればいいんでしょ。これだけでより早く動けるもんね。よし、いやだいぶ車増えたね。今こう東大阪に900人いるんで東大阪のねバス停に900人いるんで、ちょっとどうにかしないといけないね。シュールだよな、900人もいるからね。尼崎2つあるんで、尼崎を使うのが一番いいと思うんだけど、ここから3つならすぐできるかな。東大阪から出て回って尼崎行って、回って尼崎行って、ここ回って、あ、なるほどね、入れないか。でも線路がえぐいな。ここから来てこうか。ちょっとまあ迂回しちゃってるけど、2車両追加しよう、人を運ぶね、ルートに。もう900人いると言われてる東大阪から、あ、間違えた、回収しちゃったね。尼崎、尼崎と、一応ね、この車が増えたからやったんで、増えてからやってるんでね、車どんどん使っていきたいから。もうだいぶ増えてるね。でもいいね、いいね。列車の倍いこう、73でいこう、車と列車の割合。渋滞よりかちょっと駅で詰まる可能性を考えたいね。こんだけ増やしてくると。じゃあ見てみましょう。
これ駅で止まってる場合ってどうするんだろう。待つのかな後ろで。さあ新潟300人いるね。列車の方に人が来てないかな。両方吸っちゃうからね。やっぱり隣接がいいのかな。別々で作ってるけど合体させた方が多分いいよね。そうすると本当に線路の工夫がいるんで大変なんだけど。どういう向きこれ。正当な向きだね。こっちバック派でしょ。こっから下がるんでしょ後ろに。さっきのだってやったんだろう。上から来たのかな。ここね、トンネルがあるんですよ。いいね、めっちゃ車走ってる。いい感じいい感じ。あ、止まってんのか。びっくりした。なんか車通るからこっち止まったのかと思った。それはないね。あ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。やっぱ広げたからちゃんと。いやでもないか。今なんか普通に詰まってた。ここで見よう。66でしょ。止まりました。下ろしてます。あ、両方下ろしてるか。多分後ろが後になった場合さっき見て詰まんのかな。石炭だけ多いからね、個数が。いいね、広げたいけどね。やっぱちょっとこのトンネルシステムか。ここが最小かな。でもちょっと考えてっていうから広げているか。こことかね、使わないといけないから、上げるか下げるかね。上げたバイクを橋を置くんだけど、若干段差があるね。これは仕様なのかな。で、ちょっと見ましょうか。いわき藤沢ラインね。まあ、いわき4、でも成長してるね。大宮も4、多分成長してる。手紙のところは上がってるね。間違いなく。で、ここ足がかりに、福岡、府中。福岡府中も、滑りたいね。ここ、鉄の工場3つあるんだけど。謎のトライアングルじゃん。さあ、初めての反対方向のラインは、とりあえず、完成してと。石炭増やすか。ここ石炭量はないけど、こことかから持っていくから、いちいちね、こっからつなげて、ここ入れて入れて大変だよね。だ、一回こう一周するところを作ってから周辺伸ばした方がめっちゃやりやすいんで、ちょっと広げる、徐々に広げていこう。木のコインが安定しだしたんで、ちょっと石炭コインを主に稼げるような。今鉄のとこに石炭両方入れてるけど、別々で置けるような場所も作るか。どっかない石炭。今のところはもう使ってるとして、ここね、ここか。結構遠いな。まあ、工場にさえ送ればいいから。京都の工場、これ行くか。京都なんか5番の目みたいにすればよかったね。これ一番汚くないこれ。置き方。まあ、発展待とう。7か、まだ。10来てないね。でもここ手紙やってないか。いや、それより石炭だね。ルートとしては、宮崎から分かれて帰ると。で、まあ、木通りながらここに合流して、で、ぐるっと。と言ってどこで分かるよな。すごい入りづらいな。逆向きでいくか。ここからの一周回ってこう突っ切ってみたいな。できるかやってみよう。駅は上になるね。大金を使って、はい、
だここのもともとあるところは変わんないから、こっからだね。もうちょいこっから行くか。信号置いてる？最低限ってやつか。だね。うーん、難しいな。こっから行くか。あ、そうなのね。これが一番一般的な仕方かな。で、そうか、気になるけど、まあこれでいいや。増やせばいいし。で、ここ木も一応入れるようにして、木の板にするところは周辺に、ああないね、ちょっと遠いから。ここは石炭だけだね。ここに行きたいんで、これでいいか。一本ずらそう。駅入るかな。あー入んないか。なんかで拡張しよう。なんでもいいよ、これでもいいよ。これでいいや、容量増やそう。これで入れてこれで OK ですね。入ってるんで使えるから。伸ばしすぎたかな。まっすぐはちょっとどこでもの残しましょう。行くか、全部にね、シャドウを通したいんで。ここもつなげちゃおうか、先にね。はい、つなげちゃいましょう。山形と京都に関しては行ってもいい。どう広げようかな。基本駅を一体化にしないと、この新潟とかのようにこっちに人が集まりすぎる現象が起きるから。うるさ。どうにか考えたいね。でこれ待合所とかこっちに置いてて、これをベースにこう範囲が広がるから、これは絶対いるとして、どっか真ん中かどっかにつけるかだよね。基本こういうとこってまっすぐなんで、なんだろう、車道はね引っかからないから全然いいんですよ。まあ、それまたいずれやるとして、まずは石炭運ぼう。こうだな。よし、完成。ちょっと信号増やそう。事故っちゃいけないし、つまらないよりもね。こんな感じで一回ちょっとシミュレーションしよう。これ分岐で入って石炭を取り、ここでまっすぐ越える。ここがいいか、橋にしてもいいかなって思ったけど、ちょっと待って、やってみるか。工場があるんよね。もうちょいか、こっち側からだね。下りがないね。これこれなら、だってもう変えちゃおう。こうします。こう使うかな、使わないか。ここまで行ったらね。まあこの下どんどん通せるんでめちゃくちゃいいんですよね。これいいや。よし、ここに関してはまだ何も考えてない。
し、オッケー。さあ出しますか。どこどこだ、これか。そうだね、多くていいか。で止まるとしたらここだけ使っちゃいますか。 GS2 コインは鉄のやつ使うかな。6個でいきます。90個、まあ早いですしね、こんだけでも十分でしょう。さあ来ましたよ。時代が進んだ感があるね。石炭のパワーを使ってここの矢印のサークルが生きると2使ってと、石炭を運んで石炭を使うんで永久期間よ。おお、車多いね、多いね、いいねここら辺すごいな広がったね。車道まっすぐのとこがっつり地下道とかでいいかな。表に出す必要はないんだよね、あんまりね。詰まってる詰まってる。こう広げづらいな、ちょっとここは要改善かな。影響を増やしたい。これも近すぎるね。さあ速度上がってますよ。80で角で60になって直線80、生かしきれてないね。で角が多いとね、勝ってどんどん減速するんで、まあ今出してるような機関車はね、ほとんどマックス速度が、まあ、この曲がりの60さえもないから影響ないけど、これ速い列車になってくると減速するね。これ京都かな？京都だね。お、前方に。ああ、あの中央ラインの方ね。とりあえず入ってと。よし。まあ今回だいぶ作れたね、広がったね。まあ、前回までね、結構だいぶ中央の方いじりまくったんで、まあもう外ですよ。どんどんね、外の方、京都ラインとか、新しい路線とか作ってやっていこう。でまあ車も増やしてだいぶコインは安定してきたから、鉄だけまだ少ないけど。これ入って、ちょっと進めますね。一回確認をしてるんでね。で石炭積みますと。マックスだね。90個、それまでに何個使った？ここまでで10か12か、2年分だからもう1個分でね賄えるんで、これでコインになってと。硬い選択、あわた、コインね。よし、 OK。これコインになってるね。でその一周の間に90、あーちょっと多すぎたか。来るまでにそんな溜まってなかったんだろうね。今100しかないってことは次来るときには5、60か。まあ発展させればいいや。さあ引いてみて、めちゃくちゃね増えましたね。新しいとこにも種まいてきたし、
あそこも成長するから、待ちながら。で車がね、今もうほぼ64くらいかな、割合どうだろう、多分車の方が多いよね。まあ、どんどんちょっと車で行ける範囲も増やせるように交通も作りつつ、利益見ますか。一応やっぱりあるかどうかみたいよね。あ、全然あるね。96でマイナス1だから平均的に利益出してるね。であれば問題ない。うるさ、どこの音よこれ。これかで東大阪で、まだまだいるな、800人か。そうだね、まあ、どっか駅増やすしかないか。一つの町で複数駅作れるから、そういうのもやっぱ使っていこう。うん、まあ、とりあえずね、今回これにします。